でもね、やっぱ家業ぐらいまでね、多いですよね。やっぱりね、あのつくことがやっぱすごく多いですね。あ行、あのつ多いですね。多いよね。日本じゃあ行めちゃくちゃ多いですよね。30% くらいがあ行、ね。そうだよね。うん、そうそうそう。ハギョ。多いよね。やっぱ、まあ、手を挙げてもらったらどうですか？ 3割いくかどうか。あ、いい上は多いですね。ああ名字がアギョの方だったっていうのは。あ、それね。あ、そうそうそう。ありがとうございます。変わって。あ、そうか、あ、そうだよね。変わりアギョ。もう今だけでね、もう半分。半分じゃない。いや、あの半分じゃないけど、まあ三分の一ぐらい、30%ぐらいの感じでね。家業の方。家業。はい。あれ？家業半分決まってないですか？家業って聞こえた。家業の方。お二人、あ、そうだよね。そうだよね。家業じゃないですよ。家業でしょ。家業。あ、そう、家業ね、今家業、作業の人。あ、珍しい。佐藤さん、佐藤さん。あ、そうか、過ぎたんだよね。家業の人。あ、そうだ。そうだ、そうだ。家業。ぐじゅぐじゅになっちゃって。いいところで引っ張ればね、ちょうどいい感じ。でも、あの、家業の人。30%ぐらい違ってね。僕ら前に、ね、あの会社勤めしてた時に翻訳会社だったんです。今は翻訳やってるんですけど、で10年ぐらい翻訳会社勤めて、そこのね、あの実質女社長さんなんです。で、あのそういう人は、あの私たちは翻訳を通じて世界平和に貢献するのよって言って、すっげえブラック会社で。それはダメですね。やっぱね、前にいる人を大切にしたい。ということで、大切に